第21話、瞳の星が成仏した。アクアと姫川が異母兄弟、父親は誰だ？まあここで話すことではないわな。おじさんにちゃんと布団敷いてあげて優しい。母親が誰か言えない、そりゃね。姫ちゃん若いのにいいとこ住んでんのな。どっちも死んでるのか。これが父親？売れない役者上原誠十郎、もうすでに個人。本名は上原誠なのか。姫川視点でも父親はクズだったと。よそから見ても有馬と黒川たぶらかしてるように見えてるアクア。姫川家めっちゃオシャレ、ミニマリストっぽいの解釈一致です。姫川さん、ちょっと嬉しそうなのがいい。朝帰りとか不良じゃん。パジャマかわゆいの。ルビーにも姫川と父親同じってこと言わないのか。父親が死んでたって知ったってことは闇から解放されたんだよな。嬉しそうな顔しやがって。めんどくさい彼女ムーブしてる有馬かなすこ。これは素晴らしい彼女黒川茜。茜ちゃん彼女すぎるだろ。アクア城下のお知らせ。アクアの瞳に星がないシーン。ここめっちゃいい。褒められたいメムチョ。温度差がすげえ。2万人すごいよ、頑張ったよネムチョ。 YouTuber の裏事情が。出した私物が全て経費で落ちる。声変えて経費の話すな。有馬かな、金のかかる女である。この業界で怖いのは、結局のところ変なファン、リアル。変なファンと言われた時のルビーの顔。メムチョ、めちゃくちゃしっかりしてる。墓まで持っていく秘密。先生、実はいつもすぐそばにいるんだよね。先生が死んだの知ってたんだ。ここらがアクアにとってもルビーにとってもターニングポイントになるのかな。ここのカットの切り替わり芸術的。先生はルビーのそばで見てくれてるのにそれが伝わらないもどかしさ。メムチョの人脈がガチで有能すぎる。いやしい、いやしいぞ有馬かな。有馬の慰安旅行の想像よ。いかがわしい妄想すんなよ、重装。アクア医大に行くんやな。医学部のホームページ見てる。もう復讐のこと忘れてアクアの人生行きたいよね。そうだよね。こんな柔らかくなって舞台大丈夫か。ルビーがルビルビしてる。精神年齢前世で止まってないかルビー。だだっこルビーちゃん。アイドルでいられる時間は長くない。ルビー、メムチョにクリティカルヒット決めててくさ。味噌汁でも普通にアイドルやってる人も少なくないぞ。ルビーのこういう無謀だけどまっすぐなところ好き。そういえば社長の行方は誰も探してないの？アクアが妹を見守る兄の顔してる。モチベーションも才能も無限ではない。人間の悲しさ。うわぁ、これはめっちゃ嬉しいやつ。またイメージ映像がすごい。あっこれは効くな。星のルビーがあまりにも光で涙出た。そりゃ元気なルビーちゃんの動画を見たらやる気になるよな。復讐モードが解けたことで元の先生が出てきてるな。邪気がなくなったアクアに残りの舞台できたのか？燃え尽きふ抜けてますね。アクアをチラチラ有馬かな可愛い。新キャラの少女来た。宮崎で遺体捜索するんかな。